新型コロナウイルス感染症の影響が拡大してから観光関連の影響が連日メディアで報じられている。観光産業を救おうと国、道、市も様々な施策を実行するも、2021年5月に入り過去最高の感染拡大傾向に対し、北海道でも各地で宣言対象が追加され、さらなる移動の自粛が要請されることとなった。釧路地域では観光立国証ケースに選定され、国内外を問わず多くの観光客が増加した近年から一転して2020年度は大幅な減少を記録した。この状況に対し国も消費喚起策 GoTo キャンペーンを実施するも、拡大傾向にある2021年5月現在、先行きは不透明となっている。この危機を乗り越えるため、地元の有志が様々な取り組みを実施している。吉田克幸さん、地元新聞販売店社長であり地域ブランド推進団体にも所属する若手経営者の一人。吉田さんはコロナ禍が始まった昨年5月から地元の観光事業者や物産事業者を支援するため、地元産品を詰め合わせにした商品とオンラインツアーをセットにした釧路箱というサービスをはじめとする取り組みを始めたという。はい、では皆様バスにご乗車いただきましたでしょうか。釧路駅出発してまいりますが、好きなネタを乗っけて食べる海鮮丼、その名も勝手丼っていうのがあって、さっきは、はい、さっき言った山漬けにして、寒風干し。さまざまな人たちと取り組む実際の現場にお邪魔しました。今回吉田さんたちが取り組むのは、地元でこの時期取れる時知らず。ネット配信を活用し、生産者やガイドの話を聞きながら、その場でネット注文もできる新たな取り組みです。本業とは違う取り組み。吉田さんはなぜこの取り組みを進めようと思ったのかを聞いてみました。私新聞の販売店をやってるんですけども、私たち新聞のチラシに商品、ただ商品を何円というんじゃなくて物語をつけて一個を丁寧に販売するっていうのがまず始まりで、子供さん、お孫さんが遠くから帰ってこれないということが起こりまして、ゴールデンウィークに家族ワイワイできるのにできないということで、釧路の美味しいが詰まったものを遠くに届けるっていうのがまず釧路はこの始まりでした。この日は時知らずな人々と題して様々な人々が参加。緊張してます。こんばんは、聞こえてるかな。弾けたところを見せれたらいいかなと思います。めっちゃ浮いてます。仕込みが一段落する頃に、まあ、地域の皆さん、やっぱりそういう観光資源とかをつなぐとかっていうのを、ジボンさん、ヤジボンさんは何者でも、マスタードライバーさん、ありがとうございます。スパイチャーいただきました。ナイススパイチャーでお願いします。地元のスポーツ選手は一役買って出ました。取り組みに参加した事業者は、飲食店もこのコロナ禍で非常に大変な時期を過ごしてはいるんですけれども、まあ、オンラインでだったりとかリモートだったりっていうのが非常に加速しておりまして、飲食店としてでもこういうことができるんだよというような情報が発信できればいいなと思いまして、今回、参加させていただきました。釧路は今こういうコロナ状況で、まあ、大変であるし、まあ、我々業者としては、まあ、いろいろその、まあ、消費者がだんだんこう先細りになってきた、そんな時に、まあ、釧路はじゃあ何ができるんだろうってお話いただいて、それが時知らずの普及、まあ、時知らずを通して、まあ、釧路を元気にできる、そういう何かお手伝いできるかなと思いまして。やっぱり僕ら釧路が大好きなんで、この釧路の魅力を伝えたかったです。そうですね、みんなで盛り上げれば。やはりコロナが収束した時に釧路の今日でいうと時知らずを食べに行きたいとか、今日配信で出演した人たちに会いたいとか、まあ、そういうようなことがなって、また飲食店、それから和食市場もそうですけど、たくさんの業者がまた復活してくれることを願っています。地域を思う気持ち、
厳しい環境が続く中、業種の垣根を越えた活動が広がりを見せている。新しいつながりと新しい取り組み、吉田さんたちの挑戦はまだまだ続いていきます。地域に住み暮らす人々の思いを乗せて